中国が新たに 093B 型小級原子力潜水艦とおぼしき同級で8隻目の潜水艦を進水させたとの情報をキャッチしまいた。今回は日米の脅威となる中国 093B 原子力潜水艦を詳しく見ていきますね。対艦、対地攻撃の両方に使用可能な巡航ミサイル専用の VLS を18セル搭載している可能性あり、中国の潜航深度はそこまで深く潜れないとの話だったのだが。イギリスの軍事関連情報誌として、世界的にも、著名なジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌は、アメリカの企業が入手した衛星写真を解析、中国が2023年1月に、093型小級原子力潜水艦とおぼしき艦を進水させた可能性を報じた。これは、これまでも、中国海軍の原子力潜水の建造を担ってきた。同国の遼寧省に所在する、亜視島造船所において建造されたもので、093型小級としては、通算で8隻目、その中でも、派生型の 093B 型としては、2隻目に当たる模様だ。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌によれば、今回解析した衛星写真からは、この093型小級原子力潜水艦と見られる艦艇には、背面に、VLS、垂直発射管の有無まで破確認することができなかったとされている。ただし、これまでのアメリカ国防総省の見立てによれば、今回の艦艇が 093B 型小級原子力潜水艦であった場合には、VLS、垂直発射管艦を18セル備える形式の艦艇であり、それを装備している可能性は非常に高いと考えられている状況である。アメリカ国防総省は、昨年2022年版の中国軍の装備等を分析した年次の報告書内では、093B 型小級原子力潜水艦は、自国海軍のバージニア級等と同様に、対地攻撃能力として、巡航ミサイルを VLS 垂直発射管艦に搭載する形式だと見さしている。今回のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌が伝えたところでは、浸水した潜水艦は、推定で全長が 110.0 メートル、全幅が 10.0 メートルとされおり、規模的にもこれまで確認された、093B 型小級原子力潜水艦と一致すると見ている。093型小級は、攻撃型の原子力潜水艦で、オリジナルの093型が、まず、2000年から2002年にかけて、2隻建造され、さらに改良された093A 型が2013年から2017年にかけて4隻建造され、093B 型は昨年2022年と今回で2隻が建造されたと考えられている。この093型のシリーズの攻撃型原子力潜水艦は今回の分を含めて総数で8隻が建造されたと召さるわけだが、毎級で老朽化が進んでいる091型艦級に続き、中国海軍が実用化した2番目の攻撃型の原子力潜水艦である。093型小級原子力潜水艦は、ロシアの攻撃型の原子力潜水艦である、ビクター III 型の技術が応用されていると召されているものの、キレよりも静粛性には劣るとアメリカ側は見ており、その認識が、西側諸国でも一般的である。静粛性という観点からしてみると、2018年1月に、尖閣諸島周辺の日本の接続水域内を潜航したまま航行する潜水艦が確認され、海上自衛隊の艦艇や哨戒機が追尾を実施、後に中国国旗を掲げて浮上するという事件があった。この事件は、海上自衛隊側からの追尾をかわしきれなかった中国海軍の潜水艦が関連して浮上したと見る向きが日本では多かったが、中国側では尖閣諸島は自国領だと主張するためにあえて国旗を掲げてみせたとの主張も行われた。
軍事上の潜水艦という艦艇の特性からすれば、自らの位置を探知、特定され、その存在を明らかにされること自体が、あからさまな失態であり、最大の優位性である、秘匿性を放棄する行動に及ぶという、解釈には、不自然さしか感じられない。しかし、そうした見方を受け入れられない中国の一部の人々から、尖閣諸島の領有云々という、理屈が繰り出されたのだと思われるが、この2023年2月に、騒ぎとなったアメリカの領空に侵入した気球の件も似たような匂いが漂っている。この気球騒ぎは、それが中国側が意図したスパイ行為を行っていたものか否かは、今後のアメリカ側の残骸の回収による調査の結果を待つ以外にはなさそうだが、仮に中国側が主張するように、民間の気象観測用だとしても、謎は残る。そもそも、この気球が、中国側の言うように、何らかの不具合で、飛行航路を誤り、アメリカの領空内に侵入してしまったのだとしても、制御不能に陥った段階で、後ろめたいことがないのであれば、アメリカ側に、その可能性を報告できたはずである。それを行わなかったことだけから、判断しても、中国が表沙汰にはしたくない。何らかの事情があったと類推されても、おかしくない事案であり、意図や効果が得られていなかったとしても、アメリカを非難するのは筋違いだろう。しかし、こうした動きを見るにつけ、中国にせよ、ロシアにせよ、北朝鮮にせよ、日本の周囲の仮想敵国は、全く、対話という、手段が通じない国々だということは明白であり、防衛費の増加もやむなしという考えを改めて実感させられる。さて、中国海軍の潜水艦の件に話を戻せば、攻撃型の原子力潜水艦は、今回のニュース文を含めて、093型小級シリーズが8隻、その前級の91型艦級が5隻建造され、うち後者は、すでに2隻は、老朽化に伴い、退役を迎えている。中国海軍初の攻撃型原子力潜水艦である91型艦級の開発の開始は、実に1950年代まで遡り、1974年から1990年の16年間をかけて、合計で5隻が就役し、そのすべてが青島を拠点とする北海艦隊に所属して運用された状態だった。この91型艦級も2004年11月に太平洋に進出した際、アメリカ海軍に探知され、グアム島の近海でロスアンゼルス級攻撃型原子力潜水艦の追尾を受け、その後、日本の石垣島の周辺海域で領海侵犯を引き起こし、大規模報道された。この時は、日本の海上自衛隊には海上警備行動が発令され、91型艦級は、胴体の艦艇や哨戒機の追尾を受けており、アメリカ海軍、海上自衛隊ともに、中国海軍の原子力潜水艦に対する高い探知能力を示す形となった。今回新造されたと思えしき 093B 型小級原子力潜水艦は、これまでのアメリカ側の推察によれば、背面に18セルの VLS、垂直発射艦艦を有していると召されており、これ以外にも、艦首部に 533mm、魚雷発射艦6門を搭載している形式である。この VLS、垂直発射艦艦艦からは、対艦、対地の両方の攻撃に使用可能な YJ-18 ミサイルが運用可能とみられ、同時に、これは 533mm、魚雷発射艦からも使用することが可能で、最大で、射程が、およそ 600km とも予想されている。YJ-18 ミサイルは、
こうした093B 型小級原子力潜水艦の兵装としてのみならず、水上戦闘艦である、052D 型コン・アキラ級や055型南アキラ級のミサイル駆逐艦にも搭載されていると召され、中国海軍艦艇の主力兵装に位置づけられる。すでに、トータルの海軍の艦艇数においては、アメリカ海軍をも凌駕している中国海軍ではあるが、航空母艦や攻撃型の原子力、通常動力も含む潜水艦といった分野の戦力では、未だ、アメリカ側に、分があるとは言えよう。しかし、こうした093B 型小級原子力潜水艦等の増強により、それらが搭載する YJ-18 ミサイル等の攻撃は、中国側から、最も近い沖縄の在日アメリカ軍基地や自衛隊の基地に対する、新たな脅威となっており、予断を許さない。中国海軍の SLBM を搭載した戦略型原子力潜水艦の南シナ海へのますますの進出を危惧して、2020年9月には、オーストラリアがアメリカとイギリスとの間にオーカスを締結し、攻撃型の原子力潜水艦の保有へと大きく路線を変更した。オーストラリアのこの攻撃型の原子力潜水艦の保有への動きは、日本でも、その議論が盛んになるなど、影響をもたらしているが、喫緊の日本の課題は、そうした核戦力への備えよりも、093B 型小級原子力潜水艦等への対処が先であろう。日本の海上自衛隊でも、VLS、垂直発射艦艦を搭載する、実証実験用の潜水艦を建造すると報じられているが、今後の新たな抑止力としては、それらの対地攻撃能力を保有する方向へと、ますます加速させざるを得ないのが現実だ。